従来にない新しいオンリーワンのビデオカメラを目指してきました。最近は DSLR による、シネマティックな映像がポピュラーになってきましたので、ただそれらは今レンズ交換タイプのカメラでしかありません。そこをお客さんの声から動画として撮りやすいレンズ一体型のビデオカメラを作ることで操作性や機動性を上げる、そういったカメラを目指してまいりました。この目指した新しいビデオカメラ像というのが DSLR の持つオーバンセンサーの表現力豊かな映像と従来のビデオカメラの操作感あるいは機動性、こういったものを両立させることで 4K 時代の新しいビデオカメラを作りたいというふうに考えています。そういった新しいオンリーワンのビデオカメラを目指すときに、過去の当社の DVX100 というモデルをもう一度再現したいという思いで、 4K 時代の新しい DVX ということで DVX200 という品番にさせてもらっています。コンセプトとしては3点ありまして、1つ目がやはりオーバンセンサーによる表現力豊かな映像を作るということが1つ目になります。2つ目はレンズ一体型による操作性と機動性、これらの両立ということになります。そして3点目が新しいビデオカメラを作るという思いを込めた新しいデザインということになります。具体的には 4K60p で美しい映像を撮るというのはもちろんなんですが、オーバンセンサーで撮るということで、オーバンセンサーの持つ美しいボケ味、あるいはバリアブルフレームレートによるフル HD による5倍速のスローモーション、あるいは弊社のシネマカメラであるバリカム、これらを継承した Vlog 撮影ということで、ワイドなダイナミックレンジによる印象的な映像を実現する、こういった大きな4点で表現力豊かな映像を実現をしております。レンズ一体型のハンドヘルドタイプとして操作性と機動性の両立を実現をしています。まず操作性という意味では、ビデオカメラの従来のビデオカメラの操作性、これを実現することで被写界深度の浅い映像やカム式のズームによるエフェクト効果が出せるようなズーム操作を実現するということを目指してまいりました。広角13倍のレンズ一体型のハンドヘルドにすることで、機動性の高い撮影を実現することができております。今回レンズ一体型の設計にこだわったのは、フォーカスの性能を向上させるということで、スピード、追従性、安定性といったオートフォーカスを実現をしております。また機動力という観点では、ハンディ撮影を想定するということで、レンズ一体型の専用設計による手ブレ補正の性能を向上させるということで、高品位で安定をした美しい 4K 撮影を実現することができております。今回のデザインは 4K 映像の表現力とオーバンセンサーの持つ豊かな表現力を実現するということと、アクティブなハンドヘルドの機動力をイメージした形で赤い色のデザインということにしています。ぜひこの新しいビデオカメラを手に取っていただき、新しい映像作品を作り上げていただくことを期待しております。新開発のフォーサーズセンサー対応の13倍ズームレンズ、11群17枚、非球面レンズ5枚、2群、3群、4群、それに加えてアイリスを動かす4成分移動で小型化を実現しております。今回の新開発レンズはマイクロドライブフォーカスシステムというのを搭載しまして、従来に比べて分解能で約2倍、これを実現することによって、被写界深度の浅いフォーサーズセンサーに対応した AF の性能を実現しております。ボール式の OIS を導入いたしまして、従来比で約4倍の補正エリアを持った OIS となっております。今回はですね、何と言いましても 4K ということと、フォーサーズで浅い被写界深度ということで、フォーカスの合わせやすさが重要と考えています。それに伴いまして、本体側でのモニターですね、これもちゃんとできるようにということで、大型の 4.31 の液晶を搭載しております。 4K60p を実現するということで、メインチップの発熱が非常に大きくなっています。それを効率的に放熱するために、吸気から排気までのレイアウトを最適化して発熱を抑える工夫を取り入れております。またですね、外装的には重量バランス、
非常に大きなレンズと大きなバッテリーを搭載するということで、常に重量バランスが取れるようにバッテリーの装着の向きを従来の縦型からまあ横型にして、バッテリーサイズが変わっても重心があまり移動しないような構成をとっております。加えてですね、グリップの角度、あとグリップの手の支え等を工夫しまして、重量を感じさせないような構成をとることに成功しています。ユーザーにイージーオペレーションしていただくという意味でタッチパネルを今回搭載しております。加えまして、ユーザーボタンを非常にたくさん、ハードで8つ、タッチパネル内にも複数搭載することでカスタムカーを非常にやりやすく作っております。ゲインとシャッタースピードの表示に加えまして、今回は ISO 表示と開口角の表示を追加することで、まあ、いろんな方に使っていただけるような表示関係になっております。今回新たに搭載いたしました機能として、バリアブルフレームレート 120fps、 これをフル HD の解像度で実現しております。次に VlogL の機能を搭載して12ストップを実現しております。加えてですね、内部のチップのパフォーマンス最大限に生かすということで 4K30p とフル HD の同時記録を実現するデュアルレコーディングを搭載しております。あとそれらの記録をですね、すべて SD カードっていう、非常に手には入りやすいメディアで実現しております。我々の今持っている技術をですね、余すことなく投入して皆様に自信を持ってお勧めできる一台に仕上がったと思います。業務用カメラは実用的で性能が重視されていて、外観のデザインとしてはあまり個性を出しにくいというイメージがありました。ですがユーザーの方々にヒアリングをしてデザインの考えを見ていただくと、とても好意的に受け入れていただけました。実用的でありながらかつ個性的なものも求めていて、新しいものに対してもとてもオープンで興味を持っていただけたという印象です。そのような経験を踏まえて、オーバーセンサーと小型ハンドヘルドサイズ、この2つを両立した 4K ビデオカメラ、この新しい商品性をインパクトのあるデザインで表現して、従来ないハンドヘルドスタイルというものを作るべきだと考えました。従来からのプロカメラの色は黒なんですけれども、このモデルではあえて鮮やかなクリムゾンレッドという赤を使いました。この鮮やかで深みのある赤は黒と赤のコントラストでより美しく映えてきます。これらは高画質な 4K 映像の表現力、アクティブなハンドヘルドの機動力というものをイメージしています。映像作家の創作意欲を鼓舞するような、そんなデザインを目指しました。当初コンセプトデザインを社内で発表したときは、これまでのプロカメラと違う斬新なデザインということで驚きとともにとても好評いただきました。ですがデザインが斬新でも今までの使い勝手を犠牲にしてしまっては意味がありませんので、これらを両立するために国内外のユーザーの方々にヒアリングを重ねて、その意見を参考にして作り込んでいきました。ボタン配置などは今までのモデルで培われた操作性を踏襲しました。そしてさらに使いやすくするアイデアもいくつか盛り込んでいます。そのアイデアの一つは撮影の時の構え方への配慮です。手持ち撮影時に体に押し付けて機器を固定させることがありますが、胸などに当てやすくするためにこのような形状になっています。さらに従来はバッテリーを取り付ける部分に穴が開いていますが、体に開けやすいように蓋をつけて背面をシンプルな形状にしました。従来のカメラと違う DeepX200 の特徴的なシルエットはこうした持ちやすさへの配慮から生まれました。2つ目は重さです。撮影時のカメラ前の負担をできるだけ軽減させるためにグリップに新しいアイデアを入れました。従来は手のひらで受けて指先で掴むようにして持ちますが、DeepX200 では手首のあたりまでグリップが面で当たってサポートする形状になっています。この方式によって機器をより安定させることができ、実際の重量よりも軽く感じるようにしています。またバッテリーの配置も工夫しました。バッテリーを奥の方に配置することで重量バランスを良くしています。重量バランスを良くすることで持った時の重さをより軽く感じさせることができます。新しいことには当然賛否両論あると思いますが、性能とデザインを良いバランスでまとめ、
作り込んでいけば必ずプロユーザーの方々に受け入れていただけるものになると信じ、開発を進めてきました。 DVX200 のデザインには人気のあった DVX100 の血統を受け継ぎ、さらに新しい時代を切り開くこと、そしてパナソニックビデオカメラの新しいイメージを作っていくという強い思いを込めています。そんな我々の思いをこの DVX200 で実感していただければと思います。Panasonic